おはようございます。今日は先ほど拝見いたしましたインビジブルターゲットについて語りたいと思います。ベニーちゃん監督はスピーディーな追っかけ物がすごく得意な監督ですけれど、今回の作品はその強みをもろに生かした作品に思いました。まあジャッキーのポリストーリーシリーズが香港国際警察で一段落して、その後の世代ですね。ジャッキー先輩お疲れ様です、香港の平和は俺らに任せてくださいというキャッチコピーなんですけれど、若い世代がジャッキーに代わってアクションするという感じなんですけれど、撮り方に関してもかなり変化してきていますね。昔は香港の狭い路地とか狭い空間を使って効果的なアクションをするっていう、そういうタイプのものが多かったですけれど、最近の作品では広い空間を使って次から次にもう移動してみせるみたいな、ダイナミックにジャンプしたり走ったりするものって多いですけれど、アクションとしては非常にスマートになってますよね。物語は恋人を殺された警官と屈辱的に犯人にしてやられたエリート警官と心優しき新人警官と3人が協力してとある窃盗団をやっつけるという物語。ジャッキーに負けてたまるか的なスタントをしてるわけなんですけれど、自分から危険なアクションに飛び込んでいってる的な印象を受けるシーンがいくつかありましたけれど、見せるために無理やりやってる感をもうちょっと抑えてほしいなと思いました。それではまたお会いしましょう。掌声轰轰，心情激动，每个欢呼无法形容，每一滴汗一下都有用。